この一本が基準になってしまいます。庭田陽平、そして横井雅史、神谷豪という3台、非常に統率の取れた審査員席前、今度は3台うまくつながっていけるか。杉田、神田、北芝、さあ今度はどんなトリプルを見せてくれるのか。いいんだよね、なんかね、かっこいいこの赤の3台のマシン。さあこの審査席前が美しい、これもすごい、これもすごいぞ。このヘアピンからダンロップまでの揃え方もすごくいいんですよ。さあ続いて詳しくはウェブで。ここも一つ狙ってもらいたいものです。ちょっと田代が角度をつけきれないか。やってる方は大変です、前後とのバランス。ここもうまくリズム取れている、だって男の子だもん。男になれるかこの3台。千葉、佐々木、みなみ、この3台。さあ東北の意地、そして第1位アトラクション優勝トロフィー贈呈。イエス師匠死ねるから、一言おめでとうございます。ありがとうございます。全国制覇2連覇、すごい嬉しいです。関東トリプルって言ったら関東です。控えめにおめでとうございます。さあそれではトリプルクラス優勝のアトラクションさんです。おめでとうございます。テンション低っ、2連覇ですよね。すごいですね、何気に。今回だってトリプルクラスかなりレベル高かったんですけど、100点も、ね、連発されて、今回は3人ともバッチリでした。完璧でした、完璧でした。さあそしてすごく一人ぼっちでこうテンション低くなってる。いや、そんなことない、そんなことないですか。今日の出来は、いや、良かったですね、良かったですね、良かった今回は2013年の全国大会ということで、今2014年なんですが、2014年も引き続き皆さん出られる予定は検討中です。検討中。マシンの変更とか予定はないですか。お、じゃあこのまま100点を取り続けて出れる限り、出れる限り、はい、わかりました、ありがとうございます。